京都競馬第9競走林道賞2歳の500万条件牝馬限定戦芝 1400m 出走馬10頭で争われます。笠松から8番 B コンプリートが参戦してきました。向こう正面からのスタートです。このレースは芝 1400m 戦ですが、ダートコースが寮に回復、芝ダートともに寮の発表です。最後に10番リゲイン向かいます。リゲインが収まってカリン離れます。体制完了。スタートしました。8番 B コンプリート後方から S とも後方、まずは高ダッシュ、間から4番のルチアーナミノル、花に立っていきます。リードを1馬身、2番手に外から7番のファルトレク、先頭に並んでいきます。2頭の直後を務め10番リゲインが行って、間から5番のアカネサスタイ、3番のプールゲール、3頭1段、その3頭の後ろ1馬身、外目に9番のファンシャンがつけて、1馬身6番ローゼンクリーガー中段です。内からは2番のブリングイットオンの追走、それから3馬身1番エースと2馬身8番 B コンクリート、800を通過して坂の頂上から下っていきます。先頭は4番ルチアーナミノル、体半分のリード。2番手に7番ファールトレク、それから1馬身3番手10番のリゲイン、600を通過、内は3番プールビル、その下には5番のアカネサスが並んで、さらに9番のファンちゃん、ここは3頭固まって4コーナーのカーブ、内から2番のブリングイットオン、その外に6番のローゼンクリーガー、直線コースへと入っていきました。ルチアーナミノル、リードを2馬身突き放す。3番のプールビルダウ、外から差を詰める。内に入ったブリングイットオン、さらには5番のアカネサス、その外から9番のファンシャンを追ってくる。さらにその6番ローゼンクリーガー2着を切って、プールビル先頭、2番手には外から6番ローゼンクリーガー上がってくる。アカネサスが内から突っ込んでくる。先頭3番のプールビル、プールビルゴールイン。2番手が6番のローゼンクリーガー、3番手は内4番のルチアーナミノル残したか。外から5番のアカネサス、アカネサスと4番のルチアーナミノル、さらに外から1番エースとの差を詰めて、3番手争いは3頭広がっています。競走競馬第9競走林道賞、勝ったのは3番のプールビル、2番手が6番のローゼンクリーガー、3番手争い、内4番のルチアーナミノルに、外から5番のアカネサス。3番手争いが接戦でした。勝ち時計1分22秒7。上がり4波論47秒1。3波論35秒0でした。林道賞2歳の500万条件、3番のプールビル制しました。未勝利特別連勝です。2番手6番ローゼンクリーガー、3番手。争いですが、結局写真判定、1着は3番プールビル、2着6番ローゼンクリーガー、3着争いは4番ルチアーナミノルか5番のアカネサスか、写真判定、5着1番エーストです。確定までお待ちください。